ボンジュール。ボンジュールだ。おい。山本。山本。山本。お前。スイッチプレゼントするとか言って、まともに抽選しなかったじゃねえかよ。そのせいで、YouTube のチャンネル登録者数、Twitter のフォロワー数、結構減ったらしいじゃねえか。当たり前だバカ野郎。いいか、最近お前のことを知ったやつ、そういう人たちはな、お前がそういうジョーク、お前のそういうジョークを知らないで、ただ純粋にスイッチが欲しいっていう、そういう物欲だけで応募したやついっぱいいるんだぞ。俺もだよ。そんな人たちからしたら、それはただ騙された、そう思うだろう。お前どうしちまったんだよ。そんなことするようなやつじゃなかったじゃねえかよ。いいか、よく覚えとけ。世の中にはな、二つの人種があるんだよ。一つは騙される人間、そしてもう一つは騙されない人間だ。うん。でもまあな、もうやっちまったことは仕方ねえ。くよくよすんな。でもよ、もう一度思い出さねえか、あの頃、昔お前が YouTube を始めた頃のことをよ。あの時はさ、ただ純粋にクラロワが楽しい、 YouTuber になりてえってキヨキヨに憧れて YouTube 始めたじゃねえかよ。あの時のことを思い出せよ。でもよ、お前がまだクラロワ好きなこと俺は知ってるぜ。最近やってるクラッシュロワイヤル日本一決定戦の予選、お前よ毎月出てんじゃねえか。見てるぞ、お前の中のクラロワまだ燃えてんな。安心して、お前は俺の中で一番オーブンがうまい。もっとオーブン使ってこうぜ。ところでだ山本、ロイジャイ使ってみねえか。いいぞロイジャイは。なんて言ったってな、置くだけだ。簡単だろ。あ、オーブンも置くだけか。なんか俺とお前似たもん同士だな。これからも清々を目指して頑張ろうぜ。じゃあな。